はい、こんにちは、くんです。ということで、ステージ9浮気再挑戦していきたいと思います。厳しいよな。はい、なんだっけ。このメッセージは、カノトボさんと同じ名前なんですよ。偶然や。友達同士好きとか言わないでしょ、浮気じゃん。あ、女みたいな名前だけど、そいつ男だから浮気じゃない。いやー、きついっしょ。でもこれだな。他の選択肢に比べりゃ、私も好きだよってことは、俺くんからも好きって言ってるってことだよね。だから冗談で言い合ってんだよ。また出た、秀樹。秀樹。なんでちょっとあからめてんだよ、お前。いや、な、初動は良くなかった気がすんな、もうそもそもの。そもそもの初動が悪かった。このメッセージは何？俺のこと信じられない？信じればないよ、メッセージはこれなんだもん。いや、私も好きだよって俺のことじゃないから。俺のことじゃないんだよね。じゃあ何に対して私も好きだよって言ってるわけ？私もアルパカ好きだよだと思う。確かに、カノトもアルパカ好きだね。なるほど。納得したろ？はい。マジか、ザ・ラウンド2か。LINE 見せて。ちょっと飲み物取ってくる、飲み物取ってくるわ。ふぅ。あー。とりあえず、電子レンジでスマホチン！スマホを電子レンジに入れて壊そう。まあそうだよな、それしかないよな。これ爆発するらしいよ、これ。ちょっと水浴びしよう。これスマホぶっ壊すか。水没させて壊そう。あ、落としたーみたいな。故障してない。何してるの。ミキサーだな。ミキサーで粉砕しよう。これだ、粉砕。無理じゃね？普通に考えて。何してるの？あ、このルート全滅だ！あー、ちょ、トイレ行ってくるわ。トイレ。すいません、トイレ行ってきます。スマホ置いてってね。あ、はい、はい、わかりました。すいません。スマホロックかかってるから中を見られる心配はない。ちょっと部屋に行って考えよう。どうする？さて。テレビかパソコンか。パソコンでなんとか彼女に連絡を取ろう。そうだ。パソコンの LINE から彼女に連絡し助けてもらおう。焦った感じで彼女を電話で呼び出し、いやー、本当好きだよね、彼女のこと、というメッセージを俺に送ってほしい。これ自体を見られるぞ。本当に好きだよ。うわ、ナイファインプレイ。おー、お待たせ。堀くん、私のことのろけてたんだね。恥ずかしすぎて隠してた。ごめんな。オッケー、言い訳クリア。ちょっと別のステージやってみるか。これパート10でもう終わるのかな、ちょっとわかりませんが、やってみましょう。浮気2。とどめ刺されそうだな。お、なんだこのいい感じ。ここのナンパスタ美味しいんだぜ。あ、カノトモじゃん。それで来てもらえて嬉しいです。あー、待ちきれねえなー。あら、そんなお腹空いてるんですか？違う、お前とのキス待ちきれねえ。あー、もうどうしようもなくない？だなー。何してんの？許してください、何でもしますから。いや、許さない。何でもするとは言ってない。仕方なかったんだ。あら、私とキスは嫌でしたか？ああ、そうだ。仕方なかったってどういうこと？ほんの出来心だった。心は違う。少子化対策、国のために定め。めっちゃ早口言ってそう、これ。これでいこう。六方全書で殴られたいの？ああ、さすがに無理があったか。言い訳失敗。
あこれ結構難しそうだな、言い訳度合いが。何してるかと言われてみれば、飯食ってたんだよね。飯だよ。これ普通に飯じゃん。ご飯食べてるだけじゃないでしょ？いや、もう予防としてて、本当に。このタイミングで？もうそろそろあれが来るよな。なにこれ、向こうの誕生日みたいだな。え、これ私も俺くんの命の灯火消していい？ああどうすんだよ。え、何もしない、何もしないよ。いや、キスしようとしてたじゃん。あーと、ここでネタバラシ、ドッキリでした。難しいなぁ。まあでも、さっきのルートだよね、多分。いや、何もしない。何もしないよ。何もしない。いや、キスじゃなくて、いや、違う。え、キスじゃなかったの？いや、違うよ。キスじゃないよ。そういうことは公然でしないよ。はぁ？めっちゃ顔つけてたじゃん。あーと、口臭検査だよ、口臭検査。お前とキスするとき臭かったら嫌だから、カノトモさんにチェックしてもらってたんだ。確かにちょっと、え？歯ブラシすぐ買い替えてるのに臭いな。あの話。うん。これ結構難しくない？許してください。何でもしますんで。まだキスしてない。ということで、ノーカウント！この勝負はノーカウントだ！でも手繋げたよね。で、手も繋がない！繋いでない！そんなこと言ってまた会うんでしょ。もう会わない。いや、はい、ライン消した。はい、ライン壊した。いやいや、もう嫌いだったら触りたくない、近寄るな。オッケー、許してくれるか。え、ああこれどう乗り越えられなくない？これさすがにチューする瞬間見られるなんて。いや違う。いや、それはキスじゃない。キスじゃなくて、いや、それ近づけてたけど、いや、だって、ガラスの光の屈折だから。ガラス越しに。違う。このガラスちょっと、まあ、ほら、光を、データ光の屈折！手はどう見ても握ってたけど。違う、握ってない、2ミリ浮かした。ふざけんなよ！ほんのちょっとだけだよ。デートの話じゃないんだけど、握ってない、握ってない、ノーカウント、ノーカウントだ。それと一緒、触らずとも熱は感じる。なんでカノトモの手にかざす必要があるのか。カノトモさんの手の近くにおしぼりを置いてたら、から間違えたんだ。ああ、そうだな、寒そうは危険だよな。普通に考えてこっちな気がする。キャップ譲ってキスも手も譲ってない二人っきりで食事を、いや、必要があったんだ。お前とのドッキリについて話し合うためにな。え、なんだ、停電か。タイムオシャレすぐに対応しますので。停電。これはチャンスだ！この隙に逃走あるのみ！あ！君は！彼女2！すごい痩せ、大丈夫？お。お前を、探してったんだ。急にどうしたの？俺には世界でお前だけだ。世界。わかってる。一ヶ月後。なんで二本あるか。歴史は繰り返す。なんでだよ、マジか。じゃ、一つ前戻ろう。で、これ逃げるときに、彼女の手を握って逃げる。行くぞ。ちょっと俺くん、どこに行くの？あ、こんな、近くに、海が。もう言い訳は尽きちゃったの？私も黙って消えればよかったのに、なんでそうしなかったんだろう。俺は、何度喧嘩したって、何度も食い下がって、お前を説得する。お前がいないと、俺、ダメなんだ。だから。次は、ないからね。失礼。次は、ないからね。
1ヶ月後。ねえ、俺か、ネズミランド行こう。え、わざわざそんな遠くまでだるい動画投稿あるし。じゃあ生パスタ食べ行く？うわ、ネズミランド楽しみだな。あれから、俺の彼女はさらに手強くなった。俺だって負けてないけどな。彼女とはうまくいきましたか？おう、ブレーカー落とすのがマジファインプレイだよ。クズだな。はい、ということで。あー、これで終わりなのか。シークレットステージがあとある感じですね。いやね、皆さんも、まあ、こういう事態に陥った時にですね、ぜひ、使ってみてはどうでしょうか。振られ回避でした。個人的にはね、この、カノトモより、この、彼女2の方が、まあ、可愛くて好きかな。このインターホンでのこの、なんか、無邪気な表情が結構キュンときました。じゃ、くんでした。またね、バイバイ。